さあ、今日は 2021J リーグのアップデート版、これを開封していこうと思います。1パック7枚入りで、1ボックスが20パックなんで、だから計140枚収録されてるっていうことだね。じゃあまず、右側から開けていこうか。じゃあ早速、右の山10パック開封していきます。で、ちなみに、J2 の選手詳しくないです。J1 の選手も有名どころぐらいしかわかんないんで、だからそこら辺来てくれたら嬉しいなっていうところで早速来てくれたね。 コンサドル札幌最強のチャンスメーカー、金子拓郎。からの、ちょっと待って、一回カードの後ろ見てみたいな。あ、説明書いてくれてる。これありがたいな知らない選手出てきたら読もう。からの来た徳島の爆弾。徳島のボルケーノ書きた。ちなみに書きた選手のサインカード、収録されてないです。で、あと宮城もいないんだよね。で結構徳島ボルティスファン、秘宝っていう感じで。あ 横向きのカードも存在するんだ。FC 相模原。川上。川上龍からの、あ、藤井智也だ、いいね。広島。チームナンバーワンの脚力。で、えー、2拍目。開封していきますと。あ、木田龍馬だ。移籍後初ゴール決めてましたね。からの守りの方の松田だね。守りの方の松田。からの北バウド。このボックスヘア。自慢のボックスヘアでヘディングシュート決めてたわ。痛くなさそうでね。ほ、ふかふかしてて。 からの関健太郎。ああ、元ベカルタのキーパーだ。山口 FC にもいます。からの、あ、小池淳紀はね、これ有名ですね。J2 の中でも。今、日本人ではトップの、なんか15得点ぐらい取ってんのかな、確か。からのイケメン。イケメン杉本。じゃあ続いて、えー、3パック目だね。3パック目開封しますと。おー、小林優だ。今季もしっかり2桁得点。小林優、ちょっと笑顔っていうね。からの、ああ、みんな大好き、いらほーバ。 もう日本に来て、もうすぐ10年目とかになるんじゃないかな多分。はベテランパックだね、これ。倉田衆。ベテランが続きます。からの若手来たわ。これムコの選手だよね。確か、荻原拓也。なんて書いてんだろうな。パワフルな左足を備える左サイドバックの新戦力は、さっきアカデミーから育った浦和から新潟に移り、今季は京都で武者修行。で来季は多分 J1 で戦うだろうね。さすがに京都さんが上がってくると思うから。あ、からの来たチームの主軸,主軸です。 ジビルは山田宏樹。からの、ああ千葉和彦。新潟に今季から移籍した。これもうベテランですね。からの関口、あっ、この人も若手注目の若手でしょう。続いて4拍目、開封していきます。あ、来た。マリノスのブレイン。マルコス・ジュニオール。カメハメハ。あ、山根来た。でもね、悲しいのがね、今回、山根サイン書いてないんだよね。山根のサイン欲しいわ。カシーフ。吉丸。 相模原ちょっとわかんないんだよな。あ、野村直樹。野村直樹。じゃ、続けて5パック目だね。5パック目解説していきます。わあ、悲しみの犬飼い。悲しみの犬飼いスタート。カラの永井健介、スピードキング。そして C 橋だ。この前のあのセレッソ戦の冷静なヒールパスかっこよかったね。来た神様。神様渡辺様。後藤ハンド。カラの加藤むつき来たね。加藤むつきちょいアップ。 これ今注目の超注目の選手ですね。さっき J2 の金沢で2桁得点マーク。J1 にステップアップ。鋭い動き出しと嗅覚を備えたストライカーだ。J1 初挑戦の今季。だって、初挑戦の今季でもうさ、なんか7、8ぐらいゴール決めてるよね。7ゴールぐらいだっけ。カラの来たルローのユーティリティ。長谷川アーリアジャスール。カラの来た頼れるベテランフォワード、長沢俊。 さああじゃあ続いて6パック目だね6パック目開封していきますで安田雄斗もう瞬足のドリブラーですね最強のドリブラーからのあ宮原和也きゅんカズきゅんで肌大がまだ19歳とかだよね確かからなんだこれあこれあれかチェックリストかチェックリストカードからの芝子来ました芝子で奥山あみんな大好きみんな大好き初せるよじゃあ続いて7パック目開封していこうと思います ちょっとテンポよく開けていこうか、こっから。池田、渡辺孝太。あ、ガブリエウだ。そういえばちなみにこのボックスね、ガブリエウとブローダーセンしか入ってないかな。あの乱獲の時期。ビゼウとかはいないね。あ、ちょ、ちょっと待って。これでサインカード来たね。一 <laughs> 枚目。長谷川元樹来たか。これも今売り出し中のね、もう若手です。もう若手も若手だね。 長谷川ーモトキ、来た。なるほど、1枚目来ました。やっと7パック目にして、三位来ました。続いて、えっ、ー、と、8パック目か。8パック目です。8パック目です。来た。もう一人のキングカズ。渡辺カズマ、レジェンド。からの一平、篠塚。うつろな表情の、なぜかうつろな表情の柳。で、笑顔笑顔雄星。優勢わ、来た、狂犬七。 結構大胆な削り見せてくるから怖いですこの人怖いです。じゃあ次9パック目だね9拍目。えっ、ー、とあ高木優也だ。何気にクロスの精度が高い高木優也からの来た暴れ馬。この人も何でもできますからね。今期ももう20得点決めたのかな確か昨日で。であコンサート行ったらもう宮澤宏樹だねで。1年杉も杉森。 あー、なっけこれ、ビクトルだっけビクトル。で、お、イニエスタ。イニエスタエンドです。これが最後はね、右の山10拍目、最後です。まずは深いスタート。ヘディング決めてましたね、この前。からの来た、貫禄のある22歳、田川京介。いい写真だね、これ。田川からの、来た、レイソルに移籍してからの無糖言きましたね。これアップデート来てますね。チラッと見えるこの足の筋肉、これ。これ、エロいね。かっこいいね。 からのシーパコをダブったニエカワあセルジー・サンペールフィニッシュです渋みのある26歳じゃあ続けて左にレニ、えー、10パック開封していきます結局このところ右から1枚しかサイン出てこなかったな1枚で終わるパターンとかあんのかなダブった河合洋介エスパルスといったらこの人みたいなところはあるねカラーの長さは池上ガ上イ上ダブってきた 長澤淳。久保隆ですね、この人注目ですね。これ注目の若手ですね。なんて書いてんだろう。高校時代から注目を集める。アンダーステの代表も経験した逸材である。なるほどね。本職のボランチのみならず左サイドバックにも対応するプレイヤーである。今季は群馬に加入。からのビースト山下来ました。続いて2パック目、ね、2パック目開封していきます。来た日本の守護神ゴンダ。ゴンダってサインカード書いてたかなどうだったかな あダブったえ何これめっちゃ眩しいんだけどコオロキが眩しいシャイニングコール来ましたユニフォームナンバー30っていうカードなのかあーなるほどこれが多分ね1ボックス1枚入ってる感じなのかなあの野球のボックスみたくピカピカ光ってるカードがいっぱいその収録されてるわけではないと思うんだよねこのボックス北アビスパ福岡の重鎮超後 じゃあ続いて3拍目。3拍目見ていきます。西沢。あ、いぶしげン来た。いぶしげン水沼。カラーの富。そうちなみに湘南ベルマーレで言うと、他にいないんだよね。他に収録されてません。同じキーパーで言うと。田中啓太。横が続く。セルジーナ。横が続く。あ、まとも大使ね。じゃ続いて4拍目。 解説していきます。4パック目と。来た大ベテラン守護神。すげえの。すげえの。カラーの中田に来ました。合言葉うのゼロ。もうね、守備の要ですからね。カラーのジャーメン飲料身体能力ナンバーワン。あサイン来たしかも清武か清武いいださっき分かっ手で、ね、次はまあベテランっていう感じで。バランス的にはちょうどいいんじゃないかな。 じゃ、続いて5パック目です。もう多分サインカード出てこないんで、割と流していきます。あ、関口ね。カラーの土井昌馬来た。もう土井の活躍次第で全てが決まると言っていいんじゃないのかというぐらいの。もうそこまで言っていいんじゃないかレベルっていう感じで。えっ、ー、と、あ、ドゥシャンね。ドゥシャン。じゃ、続いて6パック目六、ね、パック目開封していきます。来たヨシオ。今年飛躍した選手の一人ですね、ヨシオ。カラーのダブリナカタに、カラーのイエナが来た。 ちょっと待って、この写真、チームボックスの家長と同じじゃないあれ流用してるこれ使い回ししてる俺あの、今前髪ある可愛い家長の写真欲しいんだけど、気のせいかなもうさすがに使い回しはしないか。エボックスさん、さすがにそんなことはしないか。あ、樋口、これもまたいい選手ですね。樋口優太、もっともっと活躍していきそうなアカデミー育ちのアタッカー、大学を経由して2019年に加入。 技術の高さ、判断の良さが光。トップ下の位置で絶大の存在感を放つ。さあ続いて7パック目かな。7パック目です。あ、ダブリムトーダブリムトカからの来たディエゴ・オリベラー。なんて書いてんだろう。なんかとにかくすごいみたいなように書いてるのかな。スピード、パワー、高さ、テクニックと全てを揃えた。万能型のストライカー、すごいね。チームの戦術であるショートカウンターの仕上げ役。大き多くの歓喜をもたらしていく。 とんオリヴェーラいてすごいね FC 東京あとは守りだけだねあの絶望の8-0からのそして不安アラーの田中裕人来た武藤義則来たもう存在感凄まじいもんね帰ってきてすぐなんて書いてんのか気になるプロデビューを果たした FC 東京でリーグ戦23ゴール記録海外行きますドイツイングランドスペインでプレーそして神戸で日本を復帰 デビュー戦から早速得点絡むなど能力の高さを改めて証明。まさにその通り。からの、あ、ミエラリョウキだ。リュウキ。ジュビロの守護神ですね。ジュビロが多分。で、町田マと。この前さ、同点ゴール決めてたね。えー、これ7パック目だね。ラスト3です。7パック目。丸端スタート。正次元、横向き正次元。有名どこ続きますね。カラのた、ガブシャビ。有名どこ続きますね。おお、!3 枚ちょっと待って、3枚入ってんのサインカード。エポック 藤尾翔太だ。あれ、どこだったっけセレッソだったかなセレッソから、今 J2 に移籍して勉強中みたいな感じなんだよね。だからまたいつか J1 に戻ってきて、その活躍する姿見たいっすね。藤尾翔太。あらの、坂井則吉だ。後ろ向きのボール、ダイレクトでボレーシュート。できひんやん、そんなん、普通。じゃあ、ラスト、2パックです。もう多分、さすがに何も出ないと思うんで、もう流します。 三つ丸、この前、初ゴール決めてましたね。えー、河野。あ、旗手きました。旗手涼。超攻撃型、サイドバック。なんて書いてんだ。えー、若き才能。力強いフィニッシュを持ち味とするストライガーだが、対人の強さとパスタッシュのセンスを変わり、左サイドバックでも起用。気づいたら、右側にいたりするからね。恐ろしいですよね。ああ小林優輝、鈴木大輔。超ベテランですね。ベテラン最終防衛ライン。はい、ということで、これラストです。ラスト1バック。 高崎周平、シュート決定率2あ深い長い井海セせざるからの鈴木徳馬だ鈴木徳馬大島で中野義弘エンドですはいということで結果こういう感じになりましたねでユニフォームナンバーカードっていうのはこれはね1ボックスに1枚入ってるっていう結構いいラインナップだよねいい選手ばっかり入ってるんですけれどもでえっ、ー、とそれの他にジムっていう また別のピカピカカードが入っていて、これが、めちゃくちゃレアリティ高いんじゃないかと。下手したらサインカードより高いんじゃないかと。なんかね、1ボックスに1枚がこれでしょで、こっちはね、ワンカートンに1枚、もしくは2枚なのかなちょっとわかんないんだけど。そんぐらいのレベルなんだよね。だからここら辺の、例えばユンカーとか荒木良太郎、ここら辺超人気なんじゃないかなっていう。みんな欲しがるところなんじゃないかなっていうところですね。あ、ちょっと待って、イニエスタいた。 イニエスタのジムも多分人気か。あ、この新ジも多分人気かな。っていうか、全部、全部人気だわ。うん、全部人気です。